はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。松でございます。ということで今回もですね、メインストーリー7章深淵の支配者チャプター3を見ていこうかなと思います。いや、前回なんですけれども、ようやくオルト君が、あ、ごめんなさい、オル君が、ステュークスにつきまして、でですね、次の話からケルベロスギアが出るよねっていうところに、まで迫ってきております。はい、お迎えは前回と同じマレウス・ドラコニア君の、実験機ですね。そろそろ変えてあげなきゃね式典服にでも、変えておきましょうかね。はい、ということで40何話だっけかな、48話ぐらいだっけか、49話ですね、本層っていうのこれはなんて読むの、テクノロジカルから見ていこうかなと思います。あ、もう丸2日経ちましたね。いや、というかもう本当にもう48時間経っちゃったら、もう早く賢者の島に行かないと、イデア氏がもうガリガリ中のガリガリになってしまってる骨と皮だけの存在になってたとしたら、私はとても心配なので早く向かってあげようあ、とりあえずオルト君の、データが、ここに移行できたみたいですな。あはー、久しいね、2日ぶりだね。あ、よかったよかった、とりあえずデータは、移行できたみたいですね。うん、よかった。でもここからケルベロスギアが出てくるのかな。現在時刻は朝5時ですか。おはよう。お早い起床で。そうだ、そうだよね。兄さん気になるよね。私も気になる。お、パパンですか？どこにいるんですか？どこから出てこ、下から出てきた。オペレーターの机の下から。いや、可愛らしいですね。ちょっと茶目っ気がありますね、パパンね。ああ、そんなだ、でもね、頑張っててくれてたんだ。ありがとう。寝る間も惜しんで、帰る間も惜しんで頑張ってたんだ。ああ、そうなの。大丈夫。疲れてない。疲れてるよね、絶対ね。状況に変化はありましたか？うん。ステュークスとカローンとかと、あと、あ、やっぱり王室も、連絡とついたみたいですね。うん。あ、試みたが、ああ、やっぱりダメなんだ。うわあ、これ絶対突破できないんだ。ああ、ここは。ええー。いや、やっぱそれだけマレウス・ドラコニア君の魔力って膨大ないよね。うん。あ、とりあえずは、あ、侵食は食い止めてるみたいな。それは良かったです。あ、そうなの。あ、完全には無理なんだ。時速6キロ、9キロって言ったっけ？ああ、もうちょっとやばいですよ。ああ、そうかそうか。離れてるからね、他の国とかとね。あ、母さん、ケルベロスギア作れましたか？大丈夫ですか？あ、まだ作れてない、完成してないのかな？どうかな？あ、ママ急に怒ってる。あ、ごめんなさい。ちょっと緊急事態だったもんだから。いやー、ママらしい。あ、可愛らしいですね。もうこれやっぱ茶目っ気、もうパパもママも茶目っ気があるのよね。あ、かわいい。やだ、お尻ペンペンだって。あ、しかもちゃんと褒めてくれる。飴とムチを使いこなしている、このままやり手ですね。あなたが無事でよかった。いや、そうだよね。アル君。うん、そうだよね。まずは、ねえ、戻ってきてくれ。家族の会話が。あ、ケルベロスギアできてるのかな？うん、すごい。いやいや、さすがやり手のママ。やるときゃやるてか、本当にもう頼りがいしかないよね、このママもね。あ、はい、終わりました。意外と早いですね。49話の、本層テクノロジカルが終わりまして、次50話、わー、50話だって、充電パーフェクト、を見ていこうかなと思います。次でようやくケルベロスギアかな。あー、来ましたね。私がすり抜けたケルベロスギア。本当に欲しかったです。欲しいです。もう回したいです。ケルベロスギア。
知ってますよ、ケルベロスギアでしょ。いや本当にそう天才よな。だって丸2日でこれをね作るっていう。そういえば、うん、よく見るとラボの床のあちこちにスタッフが落ちてるらしい。みんな頑張ったね、徹夜だったね、頑張ったね。あ、なるほどね、それを見て設計図を見て組み立てたんだ。なるほどね。お母さん、兄さんのパソコンがかかった。ガチガチのセキュリティ破ったの？これはちょっとやばいやつじゃない？だってさ、なんかパソストで言って、あ、いや、これはちょっと待って。これはし、兄さんがこのギアを見たら、すぐバレちゃう。イデア氏召されるやつですね、これ。だってさ、パソストなんかのパソストで、パソコンにあんなデータやこんなデータあるって言ってましたよね、イデア氏ね。いや、これそれじゃない。まさか母親に見られるとは思わなんだっていうね。これはちょっと、目覚めた時にちょっとイデア氏の反応が気になりますね。いや、とりあえず、オルトのデータがケルベロスギアに移行されたかな？ああ、されたみたいですね。ああ、やっぱりかっこいい。いや、ほんとかっこいいよな、このギア。ああ、欲しい。何回見ても欲しい。ああ、よかったね。いや、さすがママンやで。いや、本当に素晴らしいものをね、生み出してくれた。うんうん。本当今までとはちょっとね違った感じの、うん、イメージですごく素敵。うん、いや、イデア氏が作ったねギアも素敵だけれどもね。うん、あ、いや、そんなことないです、大丈夫です、もう緊急事態ですからね、全然大丈夫。うん、ではこれより、はい、賢者の島にて発生した。ああ、ここはもう主任っぽいですね。ああ、今ね、うん、大事な作戦だからね。うん、しっかり、あ、ちゃんと、はいっていう、この子、偉。あ、はい、来ましたね。こちら、KB-RS-12。たどたどしい。あ、この子たちがいることによって、あ、なるほどね。探索と戦闘を、サポートしてくれるみたいですね。とりあえず、このバトルでも、こいつらは、こういう、ごめんなさい、こいつらって言っちゃった。ごめんなさい。この子らが、ワン、ツーが、バトルで役立ってくれてるのかな、ね、モーションとかバトルの。いや、ないからさ。どうやってバトルしてるかもわかんないんだよね。でも、三位一体でバトルしてたら、めちゃ可愛いじゃんって思って。うん、あ、とりあえず、ごめんなさい、全然話聞いてなかった。はい、今、大事なことですね。あ、いや、そう、本当にそう。そうだよね。うん、無理だけはしないでね、ちゃんと帰ってくること第一優先だからね。帰ってこなかったらダメなんだからね。本当で。分かってるんだからね。あなたがママと。そうで、心配ばっかりかけてね。ね。だって男の子だからさ。うん。泣きました。まさかオルト君にまた泣かされるとは思って、あ、ハグするの、私も混ぜてもろて、あ、家族の絆。充電満タン。また、あ、そういう充電満タン。
りは号泣なんだが。はい、ということで、とりあえず次の話に51話に向かいたいかなと。ああ、全然違う話になっちゃった。次シルバーターンになっちゃった。とりあえずオルト級とシュラウド家は最高でした。あ、でもここあれですね、ちょっと振り返りみたいですよね。前の話の途中てか、あ、再放送みたいな感じで、ほーら、シルバーが来てくれた。もうシルバーのこのユニーク魔法を出すところめちゃくちゃかっこよかったから、もう一回聞きてえなって思ってたんだ。しっかり聞こう。いつ会った人、いずれ会う人、ミートインアドリーム。いや、かっこよ。いや、どんなユニーク魔法か全然わからないけれども、とりあえず英称かっこよ。いや、どんなユニーク魔法なんですかね。ねえ、だってなんか、わあ、綺麗な景色。これがシルバーのユニーク魔法。どっか移動するみたいなユニーク魔法、瞬間移動みたいなユニーク魔法なんですかね。どこここ。とりあえず空飛んでます。あ、落ちてんの？どっちなの？あら。落ちてるようです。大丈夫？え、ね、大丈夫？え、なんだ？コントロール？え、なんかコントロールする感じだったのかな、本当は。え、捕まっていいの？え、シルバーに捕まってるの今。あ、やだ！あ、ちょっと待って、抱きしめていってるの？シルバーに今、ワイカ特性が。あ、ちょっと待って、やだ！これなんてご褒美。いや、ちょっと待って、落ちるのもやぶさかでねえぞっていう感じが。これはちょっと待って、一生抱きしめられたい。欲望のままに。いや、ほんともう、すごいシーンだったね、今な。何が起こったの今、なんか急に、あ、景色綺麗だなって思ったら急に抱きしめられたんですけど。これなんて映画のワンシーン。これ素晴らしい、素晴らしいね。言葉詰まっちゃった。うん、あ、いや、全然大丈夫で、むしろもっときつく抱きしめてくれよっていう感じがしました。あ、ここディアソムニアの入り口まで来ましたが、戻ってきたってこと？大丈夫？マレ様いるんじゃない？大丈夫ですか？あ、いや、違うの？あ、現実のディアソムニア。あ、なるほど。あ、まだ夢のディアソムニア、夢の中みたいですね。先ほど襲ってきた闇。ああ、よかったです。ほんとなんかすごい襲われて、インク、そうそう、黒いやつに、インクみたいなやつに襲われて怖かった。シルバーが来てくれなかったらどうしようかと思った。うん、あ、そうなんだ。あ、シルバーはあのね、グネグネのインクの正体気づいてたみたいです。あ、そうだね、ミッキーちょっと心配だよね。だってなんか、夢の崩壊は別に、うん、あ、そうなんだ。現実で目を覚ます。あ、なるほどね。あ、だから部屋がなくなったんだ。ミッキーのせいでは。まあ、しょうがないですよ。起きるのはしょうがないですからね。うん、彼の名前はミッキーという。あ、そうなんです。母っておなじみのミッキーマウスです。彼と出会ったことがある。いや、ほんとことごとく母って言ってくれたよな。ちゃんとお箱を言ってくれるミッキーマウス最高だよな。知らない人を見かけたんだ。うん、あ、そっか、そういうこと言ってたっけ。知らない瞳の色をしてる。あ、シルバーのことだったんだ、これって。そういうことは、ガテンが。今点と点が線になったっていう感じがしますね。うん。変だな。あ、そうなんだ。じゃあもしかしてミッキーとシルバーは何かしら、気づいてないけれどもゆかりがある存在だっていうこと？不思議なこともあるものだな。不思議だ。確かに。めっちゃ、終わっちゃった。終わっちゃった。あっという間だ。すごい気になる。すごい続き気になるけど、ま、とりあえず今日はここまでにしておきましょうかね。いや、そろそろ終わるんじゃないか、これチャプター3。だってなんか結構佳境のような気がしてきたもの。
ユニーク魔法もね、なんか2回言ってくれたし、シルバーターンになったし。ということで、とりあえずここまでにしておきまして、また続きの方は、次最後まで行っちゃおうかな、見よっかな。まあ、話数によるけれども。また、続きの方も、実況していきますので、皆様もお時間が空いた時にでもご覧いただければ幸いです。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ウポマツです。